これまでコロナの話をずっとしましたけども、違う政策についてちょっと話したいんですけれども、今一番関心があるのは岸田さんの経済政策だと思うんですが、総裁選の後の新聞なんか見てると、やはりその安倍菅時代への決別とかね、宏池会だから、ね、久しぶりの宏池会政権ですよ。だってずっと、もう森さんの頃からね、麻生さんを挟んでずっと清和会だったから、 それがようやく宮沢さん以来かな、ね、宏池会に戻って、いわゆる自民党の保守本流に戻るというふうに、みんな朝日新聞なんかは勘違いしてるわけですよ。だから昔のね、健全な日本に戻ろうみたいな、右から真ん中に戻ろうみたいなことを書いてるわけですよ、新聞にね。だけど安倍さんの政策って全然新自由主義じゃなかったし、例えばね、ホワイトカラーエグゼンプションやんなかったし、むしろ逆ですよね、残業をやめさせて、むしろその社会民主主義的な政策が結構彼は多かったですよね、実はね。安保とかで目立つんで、みんな安倍は右だって言うけど、経済政策ってとっても社会民主主義的だっていうような気がするんだけど、岸田さんになって、なんだろう、そのメディアが言うようにね、右に行き過ぎていた経済政策がこの分配重視の真ん中および左に戻ることになると思います？岸田さんの政策に関しては短期のばらまき、コロナ対策のばらまきは、これはもうポピュリズムなんで、彼の政策の本質じゃないですよね。中長期的な経済政策についてはちょっと分かんないところがあるんですね。というのは、彼は別に安倍政権で政調会長やってるわけですよ。だから別に同じ船に乗ってたわけ、で、それで今ある意味アベノミクス批判みたいなものをちょっとやってるわけでしょ。でアベノミクスをダイレクトに批判してるわけじゃないけれども、ただ言ってることは一緒ですよね。ただね、新自由主義って何なのかっていうと、この新自由主義っていうのは基本的にはマーケット重視の改革であり、その業界であり構造改革なわけですよね。でそれを代表しているのは4人のうちで誰だったかっていうと河野さんですよね。だから河野さんを攻撃してたんですよ、実は。それは河野さんにこう連綿と引き継がれるような改革派の思想を否定してたんですけど、でも方向性として岸田さんが別の方向を向いてるかというとそうではなくて、単に前進主義とラディカルな改革主義の違いなんですよね。だそれをみんな見誤っていて、別にその方向性としては国際的に日本は置かれている環境とか時代状況っていうのに縛られているので、実は誰が総理になってもものすごい、極端な思想の人じゃない限りやれることの範囲内って決まってるんですよ。バカな失敗をすることはできますけど、賢くやろうと思ったらやっぱり制約があるわけですね。安倍さんにとっての一番の制約は何だったかっていうと、彼は国際舞台で大活躍したかったし、日本の存在感を取り戻したかったから、結局財政健全の方針を取ったわけですよ。でそうすると金融政策ではドービッシュ派と派で、財政はしかし鳩派にはなりきれなかったわけですよね。でそこを指して足りない足りないということは可能ですけど、しかしそれは時代の要請っていうのがあったわけで、誰もコロナ禍のような前提がなければ日本ですこれ以上借金をね、どんどん加速度的に増やすことはできないんですよ。だから安倍さんは、手法として新自由主義的じゃなかったっていうのは何かっていうと、河野さんが言ってる年金改革みたいな、いわゆる抜本改革みたいなのを打ち上げずに、消費税もこう残増っていうか全増させていくことによって、やっぱりこう調整を図る。だから手法としては岸田さんの性格に近いわけですよね。でも国際的な条件としてマーケットオリエンテッドな改革を全くしないわけにいかないというところだったと思うんです。だからバランスが良かった。で高市さんはそれに対して明白に、これはブレーンが知恵をつけてるわけですけど、安倍さんの金融緩和は正しかった、引き継ぎ続ける。でもその時はいろいろなこう制約があって、財政を出動を十分にできなかった。だから私は財政をものすごい拡大するというふうに言ってるわけですよ。そうするとね、金融派と財政派とで規制改革についてはおそらくあんまりそんなに評判が良くないんで、ちょろちょろっと好きなとこだけやるっていうような形で産業政策で主導して日本経済を発展させようっていうような、ちょっと古めだけど方針を取ろうとしたわけですね。
そうすると岸田さん同じ総裁選に出てるから、最初は短期のばらまきだけで、あとはその財政を健全化しようと思ってたのが高市さんに引きずられて、長中長期的な経済政策までも分配重視に寄りかからざるを得なかったわけですよ。だから金融所得課税打ち出し始めたでしょ。あれ大変な話でね、金融所得課税上げ一律上げるじゃないですか。 NISA は別だけども、うん、NISA 確定売りできないんですよ。でそうするとまあいわゆる小さな投資をやっていた、これが日本全体として国民のその資産を運用していこうっていう方針の真逆なことが行われるので、利確の売りで暴落しますよね。だからこう生株が売られるような状況を将来しかねないようなことをパッと言っちゃったりするのも結局高市さんの効果があったと。でそういうのを見ているとやっぱり私から見た岸田さんっていうのは本来非常にバランスの取れた考え方で、でもあんまりマーケットオリエンテッドの改革はスピーディーにはやらない人、前進主義なんだけど、このコロナ禍とか高市候補とかいろんな要素に規定されて、実は統治重視、自民党が勝利する岸田政権が中期化すること重視ありきで、あんまりマーケット経済にとって良くない政策を取りかねない方向に来てるんじゃないかという気もするわけですよ。あのただ岸田さんを、うん、じゃあなんで我々がっていうか国民がっていうか自民党が選んだかっていうと、それはその金融課税にしてもね、うん、どうせできないだろうと、よとそんな実行力がないでしょうと、うん、だからやっぱ河野さんとかね危ないじゃないですか、まあ、何するか分かんないと思うから、やりかねないね、手つけかねない、あと菅さんも危ない人ですよね、うん、何するか分かんないところがあって、うん、で安倍さんは そう少なかったですよね、あ最初ちょっと怖かったけど、あの、まあ、第二政権からはあの、まあ、非常にバランスも取れた人ですね、バランスはしましたよね。で岸田さんのいいところってそういう危ないことしないっていうのが最大ののはずでしょ、強みだけど、だけどそれって今の時代に言ってこれるんですかね。いやだからね、僕特別ね、特別言ったらこの その総裁選の日以降ね、うん、河野さんが懐かしくなるわけあのまた自分勝手な日本国民、あの男 を捨てていいのかと、あの岸田本当にいいのか俺と思うわけですよ、ね、やっぱりあの河野太郎って本当に無礼で、わけわからんし、友達もいないわけじゃない、あんなやつ総理にしたらけしからんと思ったけど、総裁選中は。でも終わってみるとね、やっぱりあのなんとか年金、最低保障年金とか ね、面白いことやっぱり言いましたよね、あの実現可能性別にして、やっぱりこれからどん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 一人暮らしの老人の生活保護が増えちゃうから大変だなっていうのはみんな思ってるわけですよね。で別に年金が破綻するわけじゃないんですよね、ただ老人のそういう人が増えちゃうのは何とかしなきゃいかんという問題意識は持った方がいいと思うんだけど、そういうのをこの言っちゃう河野太郎がいなくなった日本って大丈夫かなって、そういうの不安に思ったりしないですか。いや私は思いますよ、その河野さんでね、うん、総裁選で述べた現実的なエネルギー政策ね、うん、原発透明維持っていうエネルギー政策と年金改革はね、うん、いい案だったと思うんですよ、うん、ただ過去の民主党政権を知ってる人は、うん、あ民主党だって思うわけですよね、うん、でどうせダメだと。ただねコロナ禍ってチャンスでもあるわけですよ、うん、コロナ禍においてしか放漫財政は許されないんですよ、うん、やっぱりでそう考えるとね、やっぱり将来不安をこの機に一気に取り除いてしまおうとかね、うん、なんだかんだ言って生活保護を受けない人もやっぱりいらっしゃるから、うん、そしたら自宅で餓死されたりしたらこれ日本の豊かな社会じゃないじゃないかと、うん、でそういう意味でもうちょっとねしっかりとじゃあ消費税に換算したら何パーセント分に当たるのかとか、うん、最低保障年金だけだったら消費税 1% にもならないです、うん、でこれはだって最低保障年金は彼は高額所得者にあげないって言ってるんだから、まあ高額所得者抜きのベーシックイン、あ老人向けベーシックインカムですよね、うん、でこのベーシックインカムは恥とかいろんなものなく受け取れるからみんなを救うことができる、うん、いい考え方です。ただ、ね、結局移行期には大変な財源が必要になってくるので、うん、でこの移行期の1回こっきりかかるお金をいつ出しますかって言ったらコロナ禍の時に国債するしかやり方はないですよね。っていうのは
もうちょっと説明できたり辻褄をつける能力のある人が言えばね、例えば増税しないんだとかね、うん、増税するっていう含みを残しちゃったでしょ。あれは、うん、本人だけでやると例えば年金保険料が1万5000円がなくなるんだからいいとか言えばいいのに、なんで言わなかったんですかそういうことを。だからね、結局自分の頭で考える人ですよね、明らかにね。自分の頭で考える人だし、誰かのものすごいいい案をしっかり受け入ることができる人なんだけど、うん、個人の能力っていうのはそこまで高くないものなので、うん、河野さんといえどもね、やっぱりものすごいチームがいてしっかり辻褄をつけさせないとダメですよね。いや今回やっぱり思ったのは、うん、女性2人がすごい説明能力が高くて、うん、高橋さんなんか結構危ないこと言ってるけど喋り方が綺麗だからスッと耳に入ってくるじゃないですか。で野田さんに至ってはものすごいいろんな人が批判されてたけど話が一番分かりやすかったですよね。そう、でも女性2人は具体に逃げましたよね、うん、逃げたのか具体しか話せないのかは分かりませんけども、ただやっぱりね、全体的な傾向として、うん、やっぱりその具体じゃなくて抽象思考ができるかっていうのは大事で、うん、私が岸田さんを見てちょっといいなと思った点があるとすると、うんうん、それはやっぱり抽象思考ができてるんですよ。抽象思考、抽象思考、うん、抽象思考ができるかどうかっていうのはね、これはもうなんていうのかな、あるかないかの差なの で、ね、で高市さんは結構いい線いってるんじゃないかと思ったんですけど、でもやっぱり準備の問題なのか、多分あともう 2,3 問突っ込むと多分もうキーワードレベルでやっぱりちょっととどまっちゃうんで、その危機管理投資とかね、でその聞こえはいいけども、じゃあそのブレイクダウンしていった時にそれを抽象的な言葉でもうちょっとその表現できるのかというとダメだでしょ。で岸田さんもね、日曜討論に出てたんですけど、 NHK のその前の番が私の番組っていうニコ生の討論会だったわけですよ、うん、同じフレーズを使うわけ原発一本足、あ原発じゃない、再生可能エネルギー一本足打法ではとか言うわけじゃあ来るぞ来るぞって音と一緒に見ててね、はい次再生可能エネルギー一本足打法来るよ本当に来て、やっぱり日本はアメリカと違ってね、うん、選挙が巨大産業じゃないから、やっぱそこの重厚な支えるのがないからこそ女性のメッセージの能力だけで簡単に量ができちゃうんですよ、うん、説得力を。だけど中身がしっかり詰まってるかどうか大事ですよ。例えば、はい、あなたの嫌いなユリコだって、うん、やっぱり喋りうまいんですよあの人。うまいですよ、残念ながら。で私嫌いじゃないですよ、嫌い、嫌いなんじゃなくて、うん、評価してないだけなんです。じゃあ許せないってほど強い思いもなくて、うん、要は私はね、実は希望の塾の初回講師をやってるんですよ。これはね、でも音喜多くんに頼まれたから、音喜多くんが当時彼女に仕えていて、すごい古い昔の話だね。そう、昔の話なので、私その時初めて囲み取材っていうのがあって、囲み取材って面白いなと思ったんですけど、慰安婦について聞かれて、いや関係なくねと思いながらだけどね、その小池百合子さんは私はすごいその防衛大臣の時もね、うん、かっこいいと思ったし、 NSC のこう立ち上げにおける補佐官やった時にはちょっと森本先生の力を借りないと喋れないかなと思ったけど、うん、まあ別に全てのスペシャリストである必要はないと、全て、うん、だけど2017年の時のね、うん、党首討論あったじゃないですか、衆院選の時の、はい、安倍さんに全く歯が立たなかったでしょ。やっぱりメッセージングでごまかせる範囲とそうじゃないものっていうのがあって、私は非常に討論を重視するんですよ、うん、人が見えるから、うん、やっぱ安倍さんあの時のパフォーマンスは素晴らしかったんですよ。確かにね、うん、まあ、小泉さんの時に流行ったワンフレーズポリティクスみたいなのが前ですよね、うん、小池さんはね。でもそのワンフレーズポリティクスね、でもそのワンフレーズもね、本人なんで批判されるか分かってないと思うんですよ、うん、だって電柱地中化だっていいことだし、太陽光発電の屋根のせ義務化、うん、私賛成ですよ、うん、まあだからそれをこうプッシュムトゥギャダーして、うん、だからその抽象思考って大事ですよやっぱりリーダーには。まあね、いやでもその岸田さんに確かに抽象思考はあるかもしれないけど、やっぱり討論聞いてて、ああやっぱこの河野は乱暴、それで岸田は昭和のおじさん、うんうん、全然女に負けてるぞお前らと思ったね、やっぱりね。でもそれはね、22でやってるの見たら正面から答えるなんていうのか場面が少なかったんです。で私は、
記者クラブの討論会見て、あ、まずいと、うん、これ岸田さん負けるわと思ったんですよ、うん、だよね、あれ前半ですからね、前半でこれはまずいなと思ったんですよ、うん、でそれを見て準備してちょっと整えてから夜あのドワンゴの銀座に行ったんで、あ、もうこれはまず候補にあの最初スピーチ喋らせる予定だったんですけど、それはまず私がカットをして、で候補者が候補者に質問し合うシーンってあったんですよ、うん、でこれもやめたんです、うん、とっさの判断で私が自分でその場で追い質問をするようにしたんですね、うん、で記者クラブがあのアンフェアだって批判があったっていうのもあったんで、しっかり気をつけて4人全員に同じ時間を与えない、これは最初から思ってたんだけど、それは結果的に岸田さんを利した利したというかね、あの記者クラブでのあれの挽回のチャンスにはなったと思うんです、ね、っていうのは高市さんファンばっかりなんですよニコ生って、だけど、うん、岸田さんがやっぱりね私に対してしっかり目を見て一番私の顔を見て返してくれてたのは彼ですよ、野田さんとね、でそれは高市さんやっぱりニコ生もよく知ってらっしゃるので、うんうん、カメラを向いて喋ってるんですね、だけど岸田さんはあの時に一生懸命その場でいきなり飛んできた質問に対して誠意を持って正面から答えた、うん、逃げなかったんですよ、これはあのあいけるかもって改めて思い直したのと、まあ4人ともパフォーマンス良かったですけどね、うん、まあ、それぞれ特徴はありますからね、ただやっぱりあの場では河野岸田がすごく光ったシーンがありましたね、もちろん女性2人安定的なね、うん、あの好感の高いパフォーマンスは出してたけども、うん、深みを出せた2人とも男性2人が、だからこれはねその男性政治文化で記者に正面から答えないじゃないですか、うん、でもそれ目の前にいるのは確かに記者かもしれないけど、うん、カメラの向こうには国民がいるわけでね、うん、でやっぱりなんていうのかな、司会がリスペクトされていないで敵だと思われていると、うん、やっぱり討論で成立しないと思うんですよね、うん、だからアメリカの大統領候補者討論会ってFOXの中でも最もフェアだとされる人が出るし、うん、これは CNN でもそうじゃないですか、 FOX と CNN ってもう右左対局だけど、うん、その中では非常にフェアだと思われる人が司会を務めるっていう風習があるのはやっぱり候補者のしっかりフェアに引き出さなきゃいけないからですよね、で私は記者クラブあれ良くなかったと思った、前昔よりだいぶマシでしたけど、うん、記者クラブはね、完全にまず高市さんを無視し、そうそう、河野さんをよいしょしみたいな感じでしたね、あのね、橋本五郎さんフェアでしたよ、うん、でしかもそれぞれの記者でいうと、あの毎日新聞のね佐藤さんなんかもね、あの一生懸命女性からじゃあとかって聞いたり、うん、一度高市さんと彼女は揉めてるから番組で、うん、最初からやっぱ気遣って高市さんから聞いたりしたんですよ、うん、だけど全般として見た時に、まあ、他の男性記者とかっていうのも含めて非常にアンフェアな印象を与えたことは確か、そうですね、まあ、僕も実は日本記者クラブの企画委員なんで内情をよく知ってるからあんまり言えないんだけど、うん、まあとっても左に寄った組織ではあるね、俺のこと言っちゃいけないのか、昔安倍さんに対して党首討論で聞いた質問とかすごかったですよね、 あなたね、倉重さんね、 あなたあなたって言うんだよね、それ無礼ですよね、 あれね、総理に対してね、うん、